ブナ族は、ブナ科の落葉性紅葉樹で、十種が存在する。ヨーロッパ、アジア、北アメリカの温帯に自生する。学名は、ラテン語でブナを意味する、フェイゲスがそのまま採用されている。ブナの実は、ビーチマストと呼ばれる。歯には全体に、あるいはまばらに巨子があり、長さ5から15センチメートル、幅4から10センチメートルである。花は小さく単性で、 雌花はタイになって生じ、尾花は風梅のお嬢果女である。花は春、新しい葉が現れた直後に咲く。樹皮は滑らかで明るい灰色である。果実は小さく、10から15ミリメートルの三角形の好みが、15から25ミリメートルの柔らかい棘を持つ殻の中にできる。好みはタンニンを多く含むため、どんぐりと同じくらい苦いが、食べることができる。 ブナ族の多くの葉は緑色だが赤色の葉の種類もある。ブナ族は酸性でも塩基性でも様々な土壌で生育する。樹幹は密度が濃く、その下の地表は落ち葉に覆われ、その下の植物症は希薄なこともある。北、アメリカでは砂糖カでデと共にブナからカエデ曲層を形成する。南極ブナ族は以前はブナ族と近縁だと考えられていたが、現在では 南極ブナ科という別のトガに分類されている。オーストラリア、ニュージーランド、ニューギニア、ニューカレドニア、アルゼンチン、チリ等で見られる。ブナ材は優れた焚き木で簡単に割ることができ、明るいが穏やかな炎で長時間燃え続ける。ブナのチップはバドアイザーのビールの成長剤として用いられる。ブナのマルタはドイツのラオホビアの爆画を乾燥させるために燃やされ、 独特の香りをつける。またスモークチーズの燻製にも用いられる。ブナ材は湿度が変化する環境では寸法が安定しないため家具に用いられることはあまりない。しかし、この性質を生かしてジョイントとして用いられることがある。ブナで製作されたドラムセットはドラムによく用いられる木材であるカエデとカバの木の間くらいの音を出すとされている。またブナのパルプは モダールとして知られる繊維の原料となる。また、ビストロという色素の原料にもなる。ブナの果実は秋に地面に落ちる、トゲのついた外角の中で見つかる。小さく三角形で渋い苦味がある。ブナはドイツにおいて、紙の発明以前に書者の道具としても用いられた。古英語のビシーやコノルド語の BK は、ビーチという言葉に由来し、ブックの語源となった。 今日のドイツ語でも、この関係は見られ、本のことは、ダズブフ、ブナのことはブーシュと書かれる。干渉品として育てられるブナとしては、ヨーロッパに自生し、北、アメリカで広、その他にも多くの種が、干渉用として栽培されている。ヨーロッパブナの材木は硬いが寸法が安定しない。1立方メートルあたり、約7 2 0ラムあり、家具の骨組みやフローリング等に用いられている。 マーガレット・ジー・トーマスデビット・アール・シューマン、1993、インカム・オプチュニティーズ・イン・スペシャル・フォレスト・プロダクツ、セルフ、ヘルプ・サグジェス・チャンス・フォールーラル・エントレプレナーズ、アグリ・インフォメーション・ブレティン・アイブ、666、US ・デパートメント・オブ・アグリ、ワシントン、DC。ありがとうございます。